ウェポンさん何ウェポンさん僕前一回言ったと思うんですけど、うん、これ靴下どないなってんすかこれこれいや前僕全く同じこと言ったと思うんですけどこれどうなってんすかこれウェポンさんねえこれ僕前言ったと思うんですけどねえウェポンさんどうなってんすか積もってるけど一人で積もってるけどめっちゃ恥ずかしいウェポンさんこれどこれが通常ですよねはい反対の反対側ちょっと靴脱いでくださいそれ反対どないなってんすか逆に反対側これ前も言ったと思うんですけどねどう間違えてこの上にかかとくる状態があるんですかこれウェポンさんねえお腹痛いどういうことですかこれウェポンさんねえ前も言いましたもんねこれね普通履いた時に分かりませんね皆さんねえ視聴者の皆さんこれね分かりますよねこれねほんまにねちなみに撮影者今これナオピーですナオピーお腹痛い急にねウェポンさんの携帯貸してくれって言ってあの何を取り出すねみたいな感じでね全く分かってない状態からね始めたらね自分が突っ込まれてまさかのめっちゃツボってるっていうね、まあ、またあったらねパート2として続編でちょっと撮っていこうかなと思ってるんで、ね、視聴者の皆さんちゃうって履いてる時はいやもう言い訳なんて聞きたくねえもう言い訳なんか聞きたくねえもう、はい、言い訳をするならば、はい、履いてる時に履いてる時はちゃんと履いてる絶対嘘じゃあ履いててからの半回転しないでしょ靴下が僕そんなん聞いたことないですよちょっとかかとずれるぐらいだったら分かりますけど半回転180度変わって足の甲に来てるって何を言ってるんですかほんまねえまあこういうねハプニングがあればまた僕もねお伝えしていきたいと思ってますのではいこれ今日はもうこのウェポンさんのねこの格好にちなんで皆さん許してあげてくださいはいでは失礼しましたここをクリック。おすすめの動画はここをクリック。